んにちは、スターディレクターのさゆりです。今日はですね、2024年スプリングサマーコレクション5月コレクションの商品紹介をしたいと思います。残すところ SS もね、5月6月のあと2回となりました。早速ご紹介していきたいと思いますけれども、5月コレクションはですね、2カラーの新しいファブリックが登場いたします。今期は割とちょっと淡い系のねファブリックだったり、ドリームキャッチャーっていうこう夢をつかみ取るっていうので、ポジティブなメッセージプラスアルファ、やっぱりこういう欲望だったりとか、こう葛藤だったりとか、夢をつかむまでにあると思うんですけど、そういう思いを込めたファブリックです。ということで、今私が1着目着ておりますのがタイプ O スクエアデザイアのブラックですね。実はね、これ阪急梅田ポップアップでこのデザイアね、先行で何かとかね出させていただいていたんですけれども、お客様にもこれ大人気でした。黒と白のちょっとここにグレーも入っているというニャラララって心の中みたいなのが、実はちょっとお花の形になっているという、すごくパキッとしたファブリックですね。で、これがね3カラー展開になっておりまして、じゃじゃーん、タイプ O スクエアデザイアのこれブルーですね。ブルーって言ってもライトのブルーではなくて、群青色にちょっとくすみが入ったような感じのベース生地に、ホワイトのこうマーブル、白のねパワネットなんですけど、着た方が可愛いシリーズですね。ということで、もう1カラーがございます。じゃじゃん、タイプ O スクエアデザイアのネイビーですね。こちらね、またすごく新しくない、この白のねベースなんですけど、ネイビーのお花がバーってなってて、実はこっちのネイビーだけオレンジだったり黄緑、このピンク紫っていうちょっとビビッドな色がポイントとして入っていて、お袖はネイビーになっていて、ちょっと強めのスティナな感じがして、お顔映えもすごいいいのね。これ見て、ブラックはね、ここのさ部分がグレーなので、しっとりとね落ち着いた感じにはなるんですけど、ネイビーは落ち着いてはいるんだけど、ポイントでちょっとこういう風にカラフルな足し色が入ってるから、ちょっとブラックより華やかな感じになりますね。そしてこちらのねデザイアは2肩の販売になりますので、そちら着ていきたいと思います。じゃあ肩目のご紹介となります。タイプH ハーフスリーブのデザイアということで、先にねネイビーからご紹介したいと思いますけれども、配色はですね O と H 一緒ですね。これかわいい久しぶりに着たけど、Bラインなので、このね配色の感じはね、シンプルかつおしゃれな感じになったとして、すごい好きですね。もう一つがタイプ H ハーフスリーブのデザイアのブラックですね。H のハーフスリーブってちょっとこういった感じのなんか独特なテキスタイルがすごいなんかハマる、私の好みですね、この感じが。そして今トルソーが着ているのがタイプ H ハーフスリーブのデザイアのブルーですね。このねブルーもすごく絶妙なお色でこうパッてペイントしたような感じが、今季のファブリックコレクションの中でもまた新しいファブリックになっているかなと思います。そしてキッズガールご紹介いたします。タイプ H ハーフスリーブのデザイアネイビーですね。こちらねちょっとねホワイトのスカートを合わせてます。まさに今私のチュチュコーディネートと同じ感じで、ちょっとネイビーにしちゃうとちょっと沈みすぎるなと思ったので、ホワイトのスカートを合わせております。これねお子様もねすごく可愛い、大人っぽく可愛いっていう。ブラックはもう思いっきりちょっと大人っぽく、このガールサイズとかも見ていただけると分かるように、ちょっとさお花のさ感じがすごくよく分かるよね。さりげないお花の形なんだっていうのがすごく可愛いテキスタイルになってますね。はい、そしてタイプ H ハーフスリーブのキッズガールデザイアのブルーですね。このキッズガールはスカートにこだわっていて、このスカートの色もさ今まで絶対使ったことのなかったくすみブルーなんですけども、ちょっとネイビーに近いようなスカートを合わせております。ということで今月はもう一柄の、販売がございますので、そちらご紹介していきます。2柄目のご紹介をしたいと思います。はい、こちら私が着ておりますがタイプ L ロングリボンウィッシュバニラということで、その名の通りこの地の色がねバニラアイスクリームのような、ね、お色味で、ここのねグレーのいろんなお花がぷわーって咲いてるんですけど、星がこうギャギャってなってるようなイメージで、今回ウィッシュというね名前を名付けました。そしてパワーネットがね、いつも結構うちホワイトを使うんだけど、これはねホワイトではなくってちょっとクリーム寄りのホワイトを使っているので、ワントーンでこういう風にこのグレーの感じがすごくねおしゃれですね。柄物結構
ぱい持ってるよっていう方の中でも結構新鮮かなと思います。タイプ A ロングリボンはね、本当うちのアイコンレオタードの一つでもあるタイプ B リボンを長袖のパワーネットをドッキングした肩出ししておしゃれ抜け感が出てる形になってますね。はい、ということでこちら2カラーのね販売になるんですけれども、これはまた打って変わってタイプ L ロングリボン、リッシュのチャコールですね。ベース地が本当にチャコールにブラックのお花なんですけど、本当に品のいいテキスタイルになっておりますね。お花がねこうやって浮き出てくる感じがね本当に可愛いですね。ということで2型販売になりますので、ちょっとそちらのタイプ H の方着ていきたいと思います。タイプ H ハーフスリーブウィッシュのチャコールということで、これまたすごい大人度の高い品のいいレオタードが出来上がりましたね。本当にどなたでも素敵に着こなしていただける、柄物初挑戦だよっていう方でも全然抵抗なくね着用いただけるテキスタイルじゃないかなと思います。今月一緒に発売になるデザイアーもねタイプ H 今回発売あるんですけど、デザイアーのブラックともまたちょっと雰囲気が変わって、これはちょっと華やかなブラック、落ち着いているけれどもその中でも上品で大人可愛い一枚になっております。そして2カラー目はこちら、今トルソーが着ておりますタイプ H ハーフスリーブウィッシュのバニラですね。パワーネットをグレーにしておりますので、さっきのタイプ L はねバニラバニラ合わせだったんだけど、グレーなのでちょっと落ち着く感じになるかな、その2カラーですね。はい、そしてキッズガールですね。キッズガールもね全く同じ配色で、スカートねバニラにしてます。かわいいね、実際着ると結構本当にすごい可愛いやつで、すごくなんか出番が多い気がする、なんだかんだ言って。でなんかこちらですね、チャコールね、チャコールなんですけど、お花がこう散りばめられてるのでブラックみが強いんじゃないかなと思います。ただ真っ黒じゃないのでこうパキッてしすぎないのもすごい肌に馴染むかなと思います。今季ね淡いお花が多かった中で、渦巻くお花だったりこうちっちゃなお花だったりっていうね、また新しいねテキスタイル皆さんにお楽しみいただけるんじゃないかなと思います。今期の2024スプリングサマーコレクションの小野彩子が選ぶベスト5をご紹介していきたいと思います。第5位じゃじゃーん、こちらですね、彩子さんはねお好きなね柄で選ばれたということで、2月のね商品ですけれども、どういったところがお好きですか？ちょっと今まであまり見たことのない色合い、うん、そう緑がねお好きですもんね。しかもこのくすんだというか、うん、なんとも言えない、オリーブほどでもないんですよね。好きですね、うん、肌なじみがまずいいのと、うん、緑って結構難しくて、うん、顔色が悪く見える時もやっぱりあるんですけど、うん、これなんか逆にちょっとこう、うん、すごい今合わせてるけどすごくお似合いでございます、はい、シーズンでも緑着てくださるしかもねいつもこっそり着るんですよ、だからさあれ見てびっくりして着てくださってると思って、すごい、はい、お似合いでした、はい、緑も、あとこのベージュのメッシュもすごい綺麗な色で、うん、おしゃれだし大人度の高いファブリックです。続きまして第4位はこちらはどうしてでしょう？一番いろんな役に使え、うん、なんだかんだ言ってよく使えたんですよね。そうなんです、例えばたくさん組むときに、うん、これがすごく着やすくて、確かに彩子さんさっきも V それこそ V ラッキーですから、そういう意味でもすごい着るっていうのはあります、うんうん、色違いでぜひ。でさっきのともまた全然違うお好きな理由は、一気に春夏の気分になるのがまずあって、こっちも暗めの色なのに爽やかに、ね、テキスタイルがポップなんですよね、はいはい、ペイントしたような、うん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 、絵が好き、うんうんうん、色も好き、うんうんうん、続きましてでは第2位、じゃじゃーん、選ばれたの意外でした。あ、本当ですか、うん、こういう感じお好きですか？演目によっては選ぶので着れない時はあるんですけれども、うん、こういうピリッとした少しシャープなイメージはとても好きだし、うんうんうん、ハンガーにかかってる時見た時もすごい目を引いたんですよね。そうなんだ、へー、はい、可愛いけど甘くないみたいな、うんうんうん、ボディがシュッと見える感じが、うんうん、本当に細見え効果のあるね、うん、締まって見える感じ、スタイリッシュですね。では小野彩子さんが選ぶ第1位はじゃ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 ーん、こちらです。長袖になっちゃった。タイプ O 3月コレクションのメインファブリックになりますけれども、お好きな理由は、まさにお花畑に来たような感じと今季のテーマに沿ってる感じ、わー嬉しい、はい、が
すごい華やかな感じがして。そうなんですよ。1月に出したファブリックもなんですけど、今季のドリームキャッチャーを意識したお花がこう舞い上がる、うん、この中で踊ってるようなイメージで作ったファブリックになるので、本当に紫もすごいお似合いでしたけれども、黒もお好きですか？ひなさんのくすみカラーをちょっとずつ使ってるやつがすごい好きみたいで、うんうん、黒も黒じゃない。そうですね、ちょっとくすんでいる感じの黒がね、はい、おしゃれですよ。やっぱり O とか V とか長袖がお好きですね。そうです、ね、言われてみたら、はい、あやこさんにはミュージを務めていただいている中でも、なんと今期のコレクションが一番お好きということを伺っておりまして、はいはい、他のブランドでは出せない絶妙なくすみカラーがすごく多くって、自分が着た時に馴染む感じがすごくあったんですよ。今季も割と大人度の高い感じに振り切ってて、また今季はちょっと好きならしさをこう前面に出して明るくってこうスパークルなイメージでコレクションを展開しておりまして、すごい嬉しいです。気に入っていただけてということで、皆さんもですね、ぜひあやこさんとお揃いにしましょう。